最近フォトショップがアップグレードされて、立場に、つい対応しましたので、今回はそれをご紹介していきたいと思います。フォトショップを開きますと、まずこのような、デフォルトでこのような画面になりまして、5つボタンが表示されています。まずスクリーンモードの切り替えボタンですね。フルスクリーンの切り替えができます。続いてレイヤー作成、垂直方向に反転ですね。で、水平方向に反転。こちらは選択とマスク画面の切り替えですね。こちらは非常に便利な機能で、ヒストリースクラバーボタンという名前がついていますが、目で、ヒストリーを確認できるので、こちらは非常に便利かもしれません。お気に入りのボタンを押しますと、3つ項目が出てきまして、1つは、レイヤーのプロパティ、もう1つがブラシ、そして、自由にカスタマイズできる、お気に入りボタンですね。こちら3つが出てきます。まずレイヤーのプロパティボタンを押してみましょう。そうしますとこのような表示になりまして、まずこちらから、これはコンテンツの追加ですね。そしてこれがレイヤーの透明度の調整。こちらを押しますと、ブレンドモードで、のせ方の調整が可能になります。では続いてブラッシモードを押してみましょう。こちらブラッシモードを押しますとこのように表示になりまして、それぞれブラシのサイズ、ブラシの硬さ、そしてブラシの太めですね。そしてブラシのインクの量ですね。もちろん色を調整することも可能です。最後にお気に入りのカスタマイズ方法ですが、フォトショップの表示から、立場をカスタマイズをクリックしますと、このような画面が、出てきますので、あとはドラッグ&ドロップで、調整していくことが可能です。こちらも他のアプリと同様ですね、フォトショップの方も、慣れが必要だと思いますが、慣れてしまえばかなり、便利な